おはようございます。明けましておめでとう。明けおめでございますね。なんか久しぶりですね。めちゃめちゃ久しぶりで、下手したらモーターサイクルショーぶりちゃうかなぐらいですね。毎日涙流しながらバイクばっかり磨いてましたけどね。番組オープニングテーマを歌うなにわの元気印ともちん。アーティストとして活動する傍ら、番組では過酷な一人旅にも挑戦。方向音痴の雨女、ツーリングはいつもハプニングが満載。しかしそこは持ち前の明るさと度胸で様々な人と触れ合い、一人旅を満喫。そんなともちんに与えられる新企画とは。美味しいもの好きですか？大好きです。美味しいもの。美味しいもの、めちゃめちゃ好き。あ、そう、はい、関西のうまい麺を食べまくっておすすめ店の地図を作れ。はい。関西2府4県にあるラーメン店、その数およそ2800軒。これまでうまいものを散々食べてきたともちんが、関西の数あるラーメン店を片っ端から食べ歩く。題してともちん的関西麺ロードマップ。麺ローですね。麺ロー、麺ローですね。 OK です。すでにやる気満々のともちんが向かう今回の街は京都。実は京都は数多くの有名店、人気ラーメン店が軒を連ねるラーメン激戦区なのです。ともちんにはこれから始まる戦いに備え、マイ箸を支給。ライクアウィンド、ともちん専用って書いてる。シャア専用みたいですけど。やった、行ってきます。食べてきます。午前8時、サラリーマンが出勤する中、早速京都へと出発。まずは国道1号線を目指します。お、ちょっとテンション上がる。京都っていう字が出てきた。左に京都銀行じゃないの？なんかちょっと京都に近づいてきたなって感じがするね。ああ、そうですな。少し遠回りはしたものの、今回はすんなりと京都へと向かっているともちん。少しは成長してるみたい。1号来た。あー、めっちゃ嬉しい。京都まで36キロ。そんな遠くないですね。ね、まあ60キロで走ったら30分ぐらいでしょ。なんかお腹空いてきた。まだ9時前です、ともちん。1年近く出てなかったじゃないですか。うんうん。その間に、うん、シンガーソングライダーの、はいはい、あやせんさんという人がですね、出てましたね。知ってますよ、私。それに対抗して XL ともちん 1200L とかにしようかなと思ったんですけど、でも XL ともちんって言ったらすごいただのめっちゃ太った人みたいに感じるから、それやめとこうと思ったんですよね。意外とライバルだと思ってるんですね。ライバルちゃいますよ。でもなんか私的にはね、私のシンガーソングライダーが増えるっていうのは私は素敵やなと思うんですけどね。ね、そうですよね。京都入りました。京都に入りました。京都です。やった、もうすぐやね。もうラーメンが待ってるね。京都に入り、給油を兼ねて情報収集。うまい店の情報は地元の人に聞けが鉄則です。今日めっちゃ寒いですね。寒いね。美味しいラーメン屋さんを探してまして、実は今から京都にラーメンに食べに来たんですね。北の方行かないとあれですよね。京都の一乗寺とかやったらラーメンの方がいいんです。学生さん多いからね。一乗寺にある極系っていうラーメン屋さんが僕は好きですね。一
一乗寺、そこいったらいっぱいある。あ、ちょっとじゃあ一乗寺に行きたいっす。一応行ってみようかな。ねえ、行ってみよう、行ってみよう。ではありがとう。あこの後、世界遺産でまさかの展開に。お坊さんとトモチンが寄りたい寄りたい。大阪を出て2時間半、いよいよ京都の中心部に入るともちん。なんかちょっと京都っぽい感じがする、お寺っぽい感じがする。これもしかして、これももしかして、あー五重の塔が出てきた。ちょっとこれ寄ってみたいんやけど。寄りますか。せっかくやし寄って、寄り道していいですか。寄りますか。寄りたい寄りたい、行ってみたい。京都を代表する世界遺産、真言宗の総本山東寺。中でも五重塔は木造建築として日本一の高さを誇る国宝中の国宝。五重塔を近くから見たい。ともちん、いざ取材交渉。すいません、あのライカーウィンドっていうバイク番組なんですけども、中に参拝をしたいんですけども、カメラをちょっと撮影しても大丈夫でしょうか。連絡は事前連絡と、一応申請書がなかったらあかんなんですけど。あ、ダメなんですか、はい、やはり無理ですよねと思っていたら、まあ、バイクですから、はい、急ですよね。今ちょっと通りがしだに寄ってみたいなと思って、まあはい、まあ、寒い中来はったし、はい、まあ、特別に今回だけ。今回いいですか。どうぞ。 ありがとうございます。あ、いいですか。さらにお願いします、はい、じゃあ、はい、一緒にいいですか。なんと撮影快諾。しかも偉い人が案内までしてくれるという特別サービス付き。ともちん、やるじゃん。前にあるのが、はい、国宝の五重塔。高さで日本で一番高い塔です。何メートルぐらいあるんですか。55メートル。55、五重塔にちなんで55ですか。そういう意味か知らんけど、狙ったわけじゃないんですかね。55ですね。55ですね。下から地、水、火、風、空と言いますね。はい、地、水、火、風、空、地面の地ですよね、うん、で水、火、で風、はい、で空という空と書くんですけど、漢字やったんですね。みんなごめんなさい、私英語かと思いました。お話は難しかったけど、しっかりお参りもできて大満足のともちん。バイクで突然お邪魔した我々にとっても優しくしてくれた橋爪さん、実はそこにはとある理由があったのです。僕も実はハーレー乗りなんです。絶対それです。ここだけの話です。今ちょっと横文字流れてくれたでしょ。ほんまですか、はい、もうあの4代目です今。もうパパさんから始まって。え、ちょ、マジですか。ダイナにヘリテージの、はい、今スポーツスターです。ここに来るのもバイク通勤とかですか。だいたいいつもバイク。ちょ、見たい見たい。お宅のバイクの方は見たい。じゃあ、見せ合いっこしましょうよ。見せ合いっこしましょう。マジで。はい、了解です。行きましょう、はい、行きましょう。マジですか。え、マジ、まあ、5、6年ぐらいしかなれない。え、マジで、ほんまにマジですか。4代目です、嘘言いません。だから、あるんです。今置いてあります。なんと橋爪さん、ハーレー乗りのお坊さんでした。そして待つこと15分。おお、音けた。ほんまやおかしいおかしい、この絵おかしい、この絵おかしいから。音バイクも揃ってちょっとかっこいいじゃないですか、はい、ちょっと説明してくださいよ、バイク。バイク、これは普通のパパさんの R で、はい、まあ、キャブ替えの、ヒート替えの、まあ、いろんな。結構下がってますね、はい、こっちの方がすごいですよ。こちらはこれね、はい、老金カスタム言うて、はい、これパッと見たらウルトラで見えるんですけど、見えますよね。全く違うんです、うん、何もついてない。これも全部革のバッグって。
外でこうバイク乗ってラーメンとか食べに行ったりしないですか？結構しますよ、はい、伏見のとこに西浦町にあるんですけど、はい、そこのラーメン屋さんよく行きますね。そうそう、鶏ガラのラーメンで美味しいんですよ。へ、年取ってくるとやっぱり鶏ガラにしとかなんとちょいちょい持ってますね。それお店の名前なんて言うんですか？モンセンさんって言うんですけど、ラーメン屋の情報をいただいて2人とはここでお別れ。お腹もペコペコで急遽モンセンへ向かうことにしました。ハーレー乗りの情報でしょ。バイク乗りはね、なんやかんやで結構ツーリングで美味しいもん食べに結構ねバイク乗ってることが多いと思うから、バイカーの口を信じようかなと。お、なんかちょっと向こうにラーメンの旗が見えるぞ。ラーメンというなんか旗が見える。果たしてこのラーメン屋さんがモンセンか。あ、モンセンありました。次回いよいよともちんがラーメンを食べまくる。うん、おいしい、超濃厚。京都の街を東へ西へ、極上の一杯を求めて大爆走。すいません、なんか美味しいラーメン屋さんとかしてますか？次回は本当に食べるのか、乞うご期待。